そして新選組の若者たちにとって狂乱の夏がやってくる。中では刀を低く使え。うっかり籠に切りつけるとその隙にやられるぞ。よし行こう。どちら様でございましょうか。よいわ、あいにく。お客様、お客様、御用改めでござる。あれだ、みんな2階に。お、you
戦闘は2時間に及んだ。これによって指導的立場にあった多数の倒幕派の志士たちが犠牲になり、ために明治維新が1年は遅れたと言われている。この池田屋事変で新選組はその名を天下に轟かせ、会津藩は倒幕派の憎しみを一身に受けることになる。私が言った通りだったろう。近藤たちを残したのは正解だった。いささかやりすぎではあるまいかの。何の長州の野望を叩き潰すに綺麗事は通用せん。新選組は我らの代わりに手を汚してくれたのだ。こうなったら徹底的にやる。さらにその1ヶ月後、巻き返しを図る長州勢と蛤御門で激突。